ててホームランです。まあ、ロッテ側もね、9回松田にどうつなぐかがでしょうかね、勝ちパターンであればね、はい、負けてる時のリリーフの使い方ですよね。さあ、これは一直線に宇宙から飛び込んでいった、これが柳田のパワーだ、まさに規格外、ロケットランチャーのような、そんな直線にスタンドに飛び込んでいきました。もう役者が違うとかね。そうですね。今日ホークス3本目のホームランはスライダーが速かった。ここから真ん中に行きましたね。ランナーに切るんですか。